はい、どうも、ヒデさんの動画です。今日やるのはこちら。はい、もう皆さんご存知ですかね、ウィングエースさんから発売している、LED ライトのスーパールミエ X という製品なんですが、先日というかもう1年ぐらい経つんですけれども、ルミネ X60 という製品が出たのを皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。まあ、とにかく明るい、こう羽を、ね、閉じた状態で部屋全体を照らしましょう。羽を広げれば、前面、まあ、正面ですね、をズバッと照らすって言って、こう変幻自在なライトみたいな感じでね、バカ売れしてて、で元々ルミネ X っていう製品があって、でそれをさらにパワーアップさせたルミネ X60 っていう製品があって、今現段階でも今一番人気の LED ライトのシリーズとなっているんですけれども、はい、こちらですね。はい、これ今回発売したのはですね、ルミネ X コンパクト、なんか CP35 とかっていう製品なんですけれども、これがですね、今これ単品で見るともしかしたら大きく見えているのかもしれないんですが、むちゃくちゃ小さくてちょうどいいサイズなんですよ。はい、比べていただくと、こっちがルミネ X60、 こっちがそのコンパクトっていう製品なんですけど、まあ、羽広げた時の大きさはどうですか。まあ、一回り小さいですかね。横のボディ形状なんかを比べていただくと、このスリムな感じが分かりますかね。非常に軽いですし、ちょうどいいサイズっていうのが、なかなかね、動画でお伝えするのは難しいんですけれども、まあ、こういったコンパクトなものが出ました。明るさが4000ルーメンで、ようやくですね、ここに連結するための、コンセントのメス口を装備いたしました。ルミネ X、ルミネ X60、どちらも連結コンセントがねえっていうのを非常にツッコミを受けていたんですよね。ようやく装備いたしました。ただですね、ここに小さく書いてあって、こちらのコンセント、スーパールミネ XCP35 っていう、これと同じ製品以外はつながないでねとかっていう注意書きがありますので、皆様お気をつけくださいませ。はい、でちょっと私今いろんなものを用意したんですけれども、一般的なこういう蛍光灯を皆さん使っていらっしゃいますかね。これが 40W の、ルーメン表記なしで、まあ、こちらもよく流行ってるんですけれども、これウィングエースさんのニュールミネアルファっていう、まあ、LED の電球がついたやつ、これがですね、22W の、2400ルーメンってことで、まあ、LED なんで、消費ワット数が非常に少ないのが特徴ですね。ただ明るいという LED です。で今回発売のこちら、コンパクトが 35W の4000ルーメンということで、かなり明るくなった。あとは見た目こちらとそっくりな、スーパールミネ X っていう製品が 48W の5400ルーメンで、これがスーパールミネ X60、 60W の6600ルーメンということで、まあ、かなりね、細かく段階的にウィングエースさん発売しているんですけれども、せっかくちょっと今全部見せたんで、ちょっと今までの進化の過程なんかもね、ある程度お見せしようかなと思います。まず、スーパールミネ X、その5400ルーメンの製品っていうのは非常にこの頭が重たいということで、このクリップが強力なプラスチックのものになってます。で、ここに、釘、相手部材に打ってもらえれば、まあ、釘でもビスでもこうやって引っ掛けられるよとかっていう穴が開いてるっていうのがルミネ X で、ルミネ X60 出ましたよって昨年やったやつは、さらにそこにマグネットをつけて鉄板相手にベンと、くっつけられるようになりましたっていう進化をいたしました。で、この今紹介した2つっていうのは連結するためのコンセントがなかった、さっきも言いましたね。で、今回発売したこちらのコンパクトっていう製品は、頭が軽くなったんで、このよくあるこの鉄のハサミクリップになりました。かつ、まあ、コンセントがついたという形ですね。で一応こちらの、クリップなんですけれども、ここに、釘穴、ビス穴、ついてますんで、止めてもらえればグッと、引っ掛けてもらうことが可能になっております。はい、この製品ちょっと拡大でお見せしましょうか。はい、こんな感じでこういうスイッチはこうパチッパチッっていうタイプですね。で、メスのコンセントがじゃあここでしてね、ついてますっていうのと、あとはここ超ネジ金属なんですけど、まあ、これをこう回していただければ、ここのクリップの硬さっていうのは調整できる。ここも結構しっかりした硬さになってます。
よく社外品あったじゃないですか。あれこれがブランブランのやつありませんでした。あれひどかったっすね。これは結構こんな感じで2段階っていうんですかね、3段階っていうんでしょうか。結構かしっかり開く感じになってる。ひっくり返しても振っても開くようなことはないかな。結構パチッパチッっていう、まあ、さすが、ウィングエースさんの製品だなという感じになってますね。はい、じゃあそれでですね、ちょっとこちらのチラシの、ちょっと真ん中下あたりを見てほしいんですけれども、これよくチラシに書いたなって私思ったんですが、さっき紹介した一般的な、このクリップライトあるじゃないですか。これをですね、なんか改造していいっすよみたいな文面なんですよ。まずこの網を外せって言うんですよね。このじゃあこのガードを外しましょう。はい、じゃあまあね、ドライバーとかも必要なんですけれども、こういった裸の状態にしました。でここにビニールテープをですね5周か6周ぐらい巻いてくれって言うんですよ。で巻いた状態で、この、クリップっていうんですか、これをここにガチャコンとくっつけろと、そうしていただければ、今までこの蛍光灯でずっとやってきた人も、こっちのコンパクトの替え玉だけ買えばここにくっつけられるんでリーズナブルにご提供できますよなんていう謳い文句が書いてあって、これなかなかメーカーさんがやらないですよね。まあ改造ではないんですけれども、まあ、若干その加工というか、まあ、分解させるというかそういうことをさせるようなね、文言のチラシになってて、これすげえ面白い押し方してるなと思いました。でこのおそらくテープをね50、60巻いてくれっていうのは、パイ数を変えるっていう意味合いではなくてですね、このプラスチックのこのソケットの根元と、このクリップのね、洗濯バサミのクリップのこれを合体させる、ここのですねガバって加えるところが滑っちゃうんですよね。滑っちゃうのを防止するために多分テープを巻けっていう形になってますんで、だからその滑り防止だから、まあ、改造には当たらないぜみたいな、ことだと思うんですよね。はい、まあまあいいや、すいません、ちょっと話がぶっ飛んだところで、さっき、こちらの、消費電力だとか、まあ、ルーメン数だとかっていうのをバーッと一覧にさせてもらったんですけれども、この後ですねちょっと部屋をある程度暗くして、はいこんな感じですって見せるんですけれども、今カメラ通したりとか、まあ、その現場の明るさ、まあ、今この部屋の明るさっていうのは、まあ、各々ね状況が変わってくるかと思いますので、私一応照度計を持ってるんですよ。だからその照度計の数字を、お見せしようかと思ってます。なのでおそらく皆さんさっき紹介したやつのどれかしらは持ってるんじゃないかと思うんですよね。なので、あ、今俺はじゃあこの蛍光灯のタイプ持ってるぜっていうんであれば、あ、1.5 倍もね明るくなった、2倍も明るくなったっていう見方をしてもいいし、例えばじゃあ俺ルミネ X60 持っててむちゃくちゃ明るくて気に入ってるよって人も、まあ、ちょっとねまあ、眩しすぎるから、あ、これもね、あ、価格的にはいいじゃんってね、こっちを買うでもいいし、まあ、そんな感じでですね、まあ、今持ってるやつとの比較っていう感じで、見ていただければいいのかなと思いますんで、はい、じゃあもうちょっとだけお付き合いお願いします。はい、というわけでですね、ちょっと薄暗くなってきた夕方の現場を想定してこれぐらいの明るさでちょっとやってみましょうか。はい、今見えておりますでしょうか。今壁真正面のところに、つけてるんですけれども、私大体4メーターの地点にいて、今電気が切れている状態で、今ですねこの表示上ゼロルクスとなってます。部屋は明るいんですけどね、照度計上はゼロルクス扱い。じゃあここで電気つけていきましょう。一般的な蛍光灯が、12ルクス、 LED ライトが35ルクス、ルミネ X コンパクトが116ルクス、ルミネ X コンパクト閉じた状態が40ルクス、ルミネ X が140ルクス、ルミネ X の羽を閉じた状態が50ルクス、ルミネ X60 の羽を広げた状態が180ルクス、ルミネ X60 羽を閉じた状態が65ルクスとなりました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあね、今みたいに数字で出しちゃうとどうしてもね、ルミネ X60 っていうのはよく見えてしまうんですけれども、このコンパクトさで明るい、まあ、あとは価格差とかね比べてもらっていいと思うんですけれども、まあ
このルミネ X60、まあ、もしくはルミネ X、まあ、この辺はちょっと高いしねとかね、でかいしねとか、まあ、そう思っていらっしゃった方はですね、ぜひともこのルミネ X のコンパクト、非常にいいとこを攻めた商品なんじゃないかなと思いますよ。はい、というわけでですね、ぜひともオンラインストア並べましたので、あの大人気製品でございます。初回なくなることが予想されます。もしよかったらオンラインストア覗いてみてください。はい、以上秀下の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。